どうもー、超役ぴょんぴょんです。お願いしまーす。見たくないです。ゆうさんです。のぶくんです。はい、今日はチャンネル登録者さんが100人を突破して嬉しいです。うわー、行きました、100人。ありがとうございます。これからも頑張ります。そうね、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。リクエストが視聴者さんからありまして。あったの？そうそう、何？質問コーナーみたいなことをしてほしい。あー、なるほどね。質問来るもんなんですか？ところが、私実はツイッターの方で、質問を募ったんですよ。仕事できるやん。そう、そしたら、なんと質問いただきました。来るんかい。ありがとうございます。結構来たもん。なんと、その4件いただきました。ありがとう。嬉しいです。じゃあまず、最初にですね、地元の魅力を教えてという、地元の魅力ね、語り尽くせないほどあるんだけど、ちなみに私の地元は、宮城県柴田町とか大河原町。めっちゃ言うやん。めっちゃピンポイントに言うやん。来てほしいんかい。来てほしい。来てほしいんかい。今から魅力をお伝えするんで。そう、私の地元、宮城県柴田町は、桜で有名なね。またまた。いや、桜、こっちも負けへんで、まあ後で言うけど。なんで今関西弁だと思う。あれ、青森の顔。青森ですけど。桜、こっちも負けへんで。負けへんで、マジで。わあ、桜なんだけど、一目千本桜っていう桜。ああ、千本桜って。マジで千本ある。まあ、少ない。約千本。少ない。900何十何本とか。少ない。少なくない。マジこっちは万本、万本いっちゃうから。万本いっちゃうから。何万本とかって言いながら。万本いっちゃうから。万本いっちゃうから。桜の数。何それ。万本。いや、写真をね、ちょっとこれ見てください、これ。ほら、見て、ほら。で、見て、ほら、白石川っていう川があって、その川沿いに千本桜がバーってあるのを山から見下ろすことができる。船岡城址公園っていう山があって、まあ、観音様とかもあるんだけど、そっから見下ろす一目千本桜が、すごいかもしれない。すごく綺麗なの。ジャーって一列でね。そう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 。まあそれはちょっとすごいと思うわ。しかも線路沿いに桜、ここ線路。あ、はい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 。そう、線路があって。はい、春、桜のシーズンになると、この JR なんだけど、ちょっとゆっくりめに電車走ってくれて。え、そうなの？そう。あえて？そう。すごいですね。アナウンスとかで一目千本桜です、ご覧くださいみたいな感じで、いいね、ここのまっすぐ直線のレールを、ちょっとゆっくりめに走ってくれるっていうのがあったりして、もう柴田町民、まあ、大河原町って隣町にもかかってるんだけど、柴田町、大河原町、桜をしてますね。いや、私、地元の桜が一番好き。え、じゃあ俺も桜紹介していい？俺だって見せたいんですよ、桜。まず、君、地元どこなの？青森県。もうこの喋りでわかるでしょ。やべ、桜見せたいんですけど、ちょっと古すぎて。4月下旬になると、まあ今の紹介したい、その弘前の桜祭り、まあ、満開。やべえよ。だからこっちの東京でなんか桜見に行こうって言って見に行ってる。まあニュースとか取り上げてるやつ見ても、しょぼーって思っちゃうもん。まあちょっと今見せられないんですけど、写真なかったので、見せられなかったんですけど。めちゃくちゃ思ったよ。ってことで桜、次、憧れの芸人さんを教えてください。いや、言っちゃっていいの？とのことです。言っちゃっていいの？うん、憧れの芸人さんいる？でも最初の憧れはタカントシさんでした。もう本当に爆笑しちゃうんだよね、全部。コントも漫才も全部いいんだよね。うん、大好き。確かにコントも漫才もやってる芸人さんだよね。そうで、まあ現状見て、現状の今のお笑い世界っていうの、お笑い界を見ると、しどりさんみたいな憧れ。なれるかは分かんないけど。なれないよ君。けどなれないよ、しどりさんみたいな。うるさい、けどなんか目指したいっていうか、なんか羨ましいなっていうか、あ、そういうとこに行きたいなみたいな。ネタもやって、MC とかもやって、 CM とかにもいっぱい出てね。そういう地位になりたいで、まあ自分がもし、まあ、このまま芸人続けて、まあ、どういう芸人に なっちゃうのかなって言われたら、狩野英孝さんみたいになると思うんですよね。まあ結構僕アホというか、その語彙力とかもそう、ゆうさん言うとないですし、なんか考えて言うより、まあなんか別に僕だって考えて言ってんのに、なんかそれで笑われちゃうんで。でも僕は別に 笑ってくれたら別にいいです。笑うとかじゃなくても、失笑でもいいの？いいの？うん。笑われてる。いや、いいよ。でも、それが、
興味持ってくれてるに繋がってると僕は思うんで、はい、何もないかは全然いいと思うんで、それなんで、まああと狩野英孝さんと一緒で僕実は神社、実家神社なんで、はい、それはねすごいよね。まあそういう意味あるんで、それであれでしょ、神主の資格、あ、そうそうそう、持ってて公年寺と神主の仕事もできるのでね、意外でしょう、かなり意外ですよね。そのために大学出て、そう資格取りに行きました。はい、まあそういうわけでこの3方ですね、お三方ですね、高野俊さん、千鳥さん、狩野英孝さんが僕のすげえなーっていうか、なりたいなーみたいな憧れですね。はい、なるほど。まあこっからゆうさんのターンなんですけど、ゆうさん結構やばいんでぜひ聞いてください。憧れ今僕言ったように千鳥さんとか言うんですけど、絶対言ってない、言ってませんから、絶対そこって言いますから。あ、でも好きかつ憧れっていう芸人さん一人いるか、なんかすごいなって思う芸人さんが、うバカリズムさん、いやバカリズムさん結構好きだと思う。初耳、うん、あんま言ってない、うん、だってもちろんネタも面白いし、うん、その発想力とか、ね、すごく頭いい人だし、うん、大喜利とかとっさに面白いこと考えられる、うん、なんか映画の監督だから、あ、やってるね、ドラマとかもね、うん、っていうマルチに活動されてて、うん、すごく尊敬、人間として、芸人としてよりも人間として尊敬できる方ですね。憧れやんするのとか、憧れの芸人さんを教えてくださいに対して憧れ言って何、好きな芸人がバカリズムさんって話だったでしょ。違う違う、ね、好きかつ憧れの芸人さんが一人いてっていう話。本当は違うでしょ、本当はバカリズムさんじゃないでしょ、言っちゃえよ、あれだよ、ジグザグさんとかでしょ。ジグザグさんは完全に好き。ジグザグさんっていうダジャレ漫才をしている方がいて、私2年前にジグザグさんのネタを初めて見た時もう衝撃を受けて、もともと私ダジャレ好きだったから、ダジャレをずっと言ってるジグザグのジャンプさんって方をめちゃくちゃ好きになっちゃって、ほんとジグザグさんのネタ好きで、もう、うん、何回も見ちゃいますね、ネタの動画を。ってことでゆうさんの憧れはジグザグさんでした。ジグザグさんってだけだったよ。なぜお笑いをやろうと思ったんですか、あとネタが見たいので今度動画にしてくださいとのことです。ありがとうございます。1個の質問で2個来た。うん、いやこれは要望、ネタの動画の近々上げる予定なので楽しみにしててください。なぜお笑いをやろうと思ったんですかと。マルカはなぜお笑いをやろうと思った、だからさっきのその憧れの芸人につながるけど、うん、高野俊さんを見てなんかかっこいいなとか思っちゃったんだよね。なんか見てて、そっちの仕事もいいなみたいな、なんかやる側、うん、なんかいいなって。まあそもそも僕そんな、なんだっけ質問、なんだっけ、なぜお笑いをやろうと思ったんですか。まあこれ言うとあれだけど、あんまサラリーマンとかになりたいと思わなかったの、ね、ザ就職みたいな、なんかザをつけた ザ就職みたいな、ザ、うん、なんか自分の歩合制みたいな仕事をしたくて、自分の見合った給料が欲しいみたいな、頑張った分だけ、そう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 、よく歩合制ってことも知ってるね。そうそうそう、びっくりしちゃった。給料とかじゃなくてさ、給料とかじゃなくて給料の制度だから、歩合制だからまあダメだな、やってみたいな。まあとりあえず芸能界になりたいなって、芸能界になりたい、そう、芸能界自体になりたい、芸能界になって、芸能界のあのゴンゲ、芸人さん、声優さん、俳優さんとこうまとめたいね。まあでも僕本当声優さんが最初始まりだったの。そうなの、うん、アニメ好きだったから、で、お、声優やりてるみたいな、普通に単純だったんですけど、でもやっぱ気づくわけだよね、あ、自分の声ってその特徴ねえなみたいな、なれるかみたいな、だんだん現実を帯びてきて、なれるかみたいな、そうそうそう、で、ちょっと次バンドやってみようかなみたいな、そういうのもいいなと思ったけど、ちょっとなんか手汗かいちゃうんで、なんかギターの弦とかすぐ錆びてちょっとあんま長続きしなかったですね。え、バンドを諦めた理由、手汗、手汗、ギターやってたんですけど、ちょっとね、軽く、でも本当もう弦すぐ錆びてもうやんになっちゃいました。で次にお笑いもいけるなみたいな、お笑いはずっとなんか好きだったんですけど、お笑いだなって、まあ、文化祭の時に漫才やったんですけど、中学校、そうそうそう、でそのまあ受けた感触とかで、あ、いいなって目指しちゃおうみたいな感じの始まりですかね。そっからずっとブレてないですね、本当に。じゃあ中学校の文化祭でネタやって、よし、俺はお笑い芸人になるっていう強い意志を固め、そう、じゃあ今夢を叶えたということで。まあそうね、こっからまたさらに上を目指して頑張ります。頑張ってください、うん、私なんで芸人になろうと思ったか、いや芸人になろうって最終的に決めたのがデビューしたのが今年の4月、まあそうね、で
最終決定はその2ヶ月前、2月でした。何やったっけ、大ライブとかあったけど、あ2月に決定して、というのもそれまではもう何ならもうこの4月から地元の宮城で就職しようと思ってて、うん、内定ももらってたし、うん、なんだけど NSC で1年間過ごして、でお笑い楽しいなとか、これなんか NSC でいろんな仲間とか講師の方からお話いただいたりしてると、なんかチャンスが見えてきた気がしたんだよね。だからこれお笑いやってたら楽しいし、それでなんだろう、生きていけるんだったら幸せだなって思って、まあシンプルに言えば楽しいから、私いけると思ったから。俺の髪やそれは違う、え、いやちょっとはもちろんあるけど、うん、なんか それで芸人になろうと思いました。はい、うん、で今、はい、楽しいです。よかった。さて、次の最後の質問だね。こちょっとまたぶつけちゃったんだけど、最後の質問です。何ですか、はい、これね、うん、よく聞かれる、うん、ぴょんぴょんず定番の質問。ぴょんぴょんず定番、本当に付き合っていないんですか、ね、あ、よくいただく質問ですよ ね、 ね、同期とかからもさ、熱心の時にぴょんぴょんずやっぱ付き合ってるだろう、そうそうそう、とか。で僕はいつもこう答えてます、うん、ノーコメントで、ね、なんで含みご想像にお任せしますな。だってそう見えてんならそういいよ、思ってくれていいんすよ。ね、だって実際この YouTube だってどうせカップルチャンネルみたいなんて思ってるんでしょう、ね、そう思ってくれてる方はそれで構いません。なんで急に視聴者の方煽ってんの、ね、カップルチャンネルって思ってるんでしょう、ね、それ逆に、うん、お前どう、ん、やっぱどうなん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 みたいな、それもそれです。これはね、ちょっと一回否定しておきます。本当に付き合っていません。ああ言っちゃった、うん、ああ言っちゃったよ。これも、まあ、もう見る目変わってきますよね。跳躍ぴょんぴょんじゃ見る目が変わってきますよね。これせっかく、絶対二人付き合ってるって思ってた人たちが、ここでもう、あって、心が折れて、あ、チャンネル解除しようってなっちゃいますわ。ああ。逆に付き合っててほしいもんなんですかね。え、そうじゃない、見てくれてる方って。え、カップルチャンネルとして楽しんでくれてるの、それとも芸人として楽しんでくれてるの、あれで、二頭いるものは一頭いるで。まあ、違います、それ2頭を追うものは1頭をも得ず、なんで、そう、何2頭を追うものは1頭を得るって、俺はどっちも獲得しようとしてるんで、芸人の方も YouTube の方も。でも見やすさを考えたら、でもね、やっぱ僕は見えてた方が良かったなと思っちゃうんですよね。でも実際、まあ言った通り、まあ、ゆうさん言った通りもう言っちゃったんですけど、そうなんですよ、付き合ってはないんですよ。あー言っちゃった、僕の口からも。あーだ、頑張ろう、もう、もうなんだそれ、2人のな、でも本当に仲いいのは確かなんで、めちゃめちゃ仲良し、もう見て分かる通り、うん、めちゃめちゃ仲良し で、いやー、野良くんのことは申し訳ないけど、男の子として見ているんじゃなくて、うん、なんか仲良しのいとこみたいならしいんですよ。いや兄弟ほどじゃないけど、いとこぐらいのポジショニングらしいんですよ、うん、だし野良くんの方が年1個上だけど、そうなんですよね、全然兄貴肌なんですよね。ああ。ね、俺が引っ張ってやってるんですよ。あ、逆だと思います、逆だと思います。行くぞ学校っつってね、皆さん結構遅刻とか忘れ物しちゃうんで、私が家事取ってあげて、うん、やっと皆さんに言葉が伝わる感じだと思ってる、ね、ですよ。あ、そうだって、さっき2頭追うものは1頭を得るって言ってた。まあまあまあ、それはまあ編集でピーって、あー、なかったことにしようとしてる、ピーって、ね、あーな、これだから、あ、まあ、そんな感じで付き合ってはいないんですけど、残念な報告でしたね。めちゃめちゃ仲良しです。申し訳ございませんでした、はい、ご希望にはお答えできることができなずで、あ、なんて言った、本当にできなず、できなずで申し訳ないですけど、うん、はい、まあでも今後の展開に期待していって、うん、まあ全然 ね、 ね、喧嘩2人でやっていくんで、喧嘩したことないですよ、こう見えて。本当にあるわ喧嘩ね、俺が、あ、なんか、あ、でもまあ確かにこれ喧嘩起きそうだなって雰囲気はまああるんですよ。でもそこで僕は大人なんで、兄貴肌なんで、さっき俺は悪かったっつって仲裁するんですよ、消化するんですよ、全部嘘言ってる、消化させるんですよ、全部嘘言ってるね、
なんだよ、だってネタ作ってて衝突した時とかに、ゆうさんお笑いわかんないくせに偉そうなこと言うなよ、つまんねえからって言うから、ダジャレだよ。ダジャレだね。ダジャレ、まあ昔はね、昔はダジャレ自体が面白いわけじゃないかもしれないけど、まあまあ今はね、それをうまく活用してネタを作っていたら、僕もそこまた大人になったんで、とかさ、なんかゆうさん感謝したことあるねえだろ、いやマジありがとうって言葉知ってるって言われたから、マジ本当に言いました、ね、ああもうああああって思ったよ俺。逆に言うとちょっと長くなっちゃう、ちょ待って喧嘩になるからやめよ、終わりにしよう、終わります、はい、で、あの、今回チャンネル登録100人ありがとうございます、改めてですか、あの YouTube でもその、ま、さっき Twitter であの、ね、質問を募ったけど、うん、YouTube でも質問を募ろうと思うので、質問コーナー第2弾といいますか、ぜひコメントとかで質問をいただけると嬉しいです。え、この動画でいいんですか、この動画のコメント欄で、うん、コメント欄で、あの質問ください、はい、またやるんで第2弾またやります。あとこういう企画やってほしいとか、はいはい、そのさっきみたいにネタの動画見たいですとかも本当に嬉しいしありがたいので、はいはいはい、ぜひコメントをお寄せください、はい、お願いします。ってことで以上、終わり。跳躍ぴょんぴょんずのゆうさんとのろくんでした。バイバーイ。